年がら年中ギフトフォーユー山里チャンネル始まりました。本日もね、今年も皆さんにね、有益な情報をお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今回の動画は、煙突町のプペルのね、感想を話しますということでね、動画にしていきたいと思うんですけども、今本日ね、撮影しているのが、まあ1月1日、元旦になるんですけれども、元旦から見に行ってきましたよ。西野亮廣、煙突町のプペル、ね、映画版、見に行ったんですけどもね、もうね、めちゃくちゃ感動したんでね、もうちょっとこの気持ちをね、誰かと共有したいということでね、これをね、YouTube 動画にしてみました。本日はね、サンタの格好をしてないんですけどもね、まぁ、ちょっと比較的真面目な話題ということでね、普通に喋っていきたいと思います。まずね、これネタバレ含むのでね、まだ見られてない方はね、映画を見られてから、見てほしいんですけど、もうどうしてもね、ちょっとね、共感してほしいです。なのでね、ちょっと喋っていきたいと思うんですけど、まずね、まあ、ストーリーを簡単に説明するとね、まあ、その煙突町、こう、煙突がいっぱいあってね、空がこう、黙々でね、雲だらけになってて、その町に住む人たちはね、星を見たことがないという舞台設定になってまして、その中のね、主人公のルビッチという少年と、それとね、ゴミで、体ができたね、プペル、のね、物語になってますということでね、なんですけどもね、もうこれね、もう序盤から僕ね、めっちゃ泣いてたんですよ、もう。プペルがいじめられてるところらへんから。でね、この映画は多分ね、何かを、こう、必死に頑張ってきた人向けの映画だと思うんですよ。でね、僕もね、その個人で、こう、仕事をしてきた中で、20代の中盤から、こう、始めたんですけど、やっぱり当初はこう、反対をされたりとか、心ないことを言われたりとかっていうね、経験もね、結構してきたんでね、結構ね、感情移入しちゃいましたね。プペルと、ルビッチの気持ちに。でも、お父さんとお母さんがめっちゃ素敵じゃないですか、あれ。なのでね、まあ、ドリームキラーっていうね、言い方をされますけども、何か人がね、こうなりたいってこう、目指したものがあった時に、絶対に反対者って出てくるじゃないですか。なのでね、これ西野さんも語ってますけれども、そういうね、西野さんがこう、新しいことに挑戦してきた時に、結構芸人の中ではこう、馬鹿にされてきたと。その話をね、まさに映画にしてみた、した話なんだと、西野さんも語ってますけれども、まさにね、そういった点でね、僕も、その西野さんほどではないですけど、自分なりにね、周りに反対されたりとかしながらも新しいチャレンジをしてきた人間なので、めちゃくちゃ感情移入できました。もう最高でした。でね、まあそうやって、星なんかあるわけないだろうみたいなね、ところからね、プペルがいじめられて、で、その、プペルにね、関わったルビッチまでっていう話になってくるところがね、もうすごい、まあ感動というかね、涙するところやったんですけども、ストーリーのね、一つ一つの、何ですか、貨幣、L の名前のなんか忘れましたけど、貨幣とかもね、要は、西野さんのレターポットとかをこうね、表現してるのかなと思ったんですけど、レターポットっていうのはね、要は、お金っていうものはね、お金と一緒で、お金はすりすぎると、価値がなくなっていくのと一緒で、言葉っていうものも今、たくさんの言葉が溢れすぎてて、汚い言葉であったりとか、人を傷つけたりする言葉が溢れていると。で、その中でレターポットっていうのは、お金を出して、文字をわざわざ買って、それを交換し合うことで、素晴らしい言葉とか、ね、限られた文字数の中で、素晴らしい、コミュニケーションができるんじゃないのかっていうことでできたのがレターポットだと思うので、そういう点でね、そういったものもね、映画の中に含まれながら、なんか西野さんが作ってるんやなっていう感じでニヤニヤしながら、まあ見てたんですけども、西野亮廣さんの考え方は僕も結構好きで、動画とかね、いろんなもので拝見してるんですけれども、そういった西野さんが経験してきたことを、とか今してることをね、うまくこう映画に盛り合わせながら、されているのかなという感じがしました。実際にこう挑戦していく、主人公の、ね、ルビッチが、まあ、例えるとすれば、その西野さん自身で。で、周りのその反対してきた人が、制圧隊みたいな白い奴ら、あいつらにね、例えて作られてるんやなっていう感じで、僕も、すごいね、でもね、感情移入しちゃいました。っていうことでね、すごい感情移入しちゃったんですけども、本当に序盤から泣きすぎてね、何かその反対、何かをこう頑張ってる人を応援したいっていう。で、まだね、今自分がドリームキラーになってませんかって、
人の挑戦をねバカにする側になってませんかっていうのをねなんか訴えかけるようなメッセージもあるのかなと思って、思いました。僕個人的にねあの少年団のあのジャイアンみたいなやつ、あのジャイアンみたいなやつの立ち位置をめちゃくちゃ好きで、本当は自分もそうであってほしいって、本当は自分も夢追っかけたら叶うんじゃないのかってもともと目指してた側の人が、けどこの社会の荒波に揉まれて、いつまで学生気分なんやと、いつまでそんなのんきなこと言ってるんやと、社会人はそんなもんやと、やりたいことなんてできなくて当たり前やと、ね、言ってる中で、この、まあ、視聴者の皆さんの中にも、昔は、夢があったりとかね、それこそ子供の時なんてね、僕ね、ウルトラマンになりたいとか、女の子だったらプリキュアになりたいとかって言ってたわけなんですけど、いつの間にか、こう、社会に出て、大人なんてこんなもんかって、ね、すごい、いろんな経験をしていく中で、既成概念みたいなものが生まれて、自分の人生どうせこんなもんやっていう風になってしまってる人たちばかりだと思うんですよ。でね、夢なんて持ってない人が、夢なんて、持ってなくて当たり前でしょみたいな感じの世界に生きてる、人もね、いると思うんですけど、心のどっかで、あのジャイアンのね、あのジャイアンみたいな少年みたいな、あの気持ちってどっかであると思うんですね。で、西野さんもまあいろんな動画とかね、そういう本とかでも言ってますけども、自分がね、夢を諦めた人間が誰かに夢を叶えられると、ね、都合悪いじゃないですか。自分は諦めたのに、ね、自分は諦めたのに夢を叶える人が横にいるとね、それを邪魔したくなるんですよ。夢って叶わないんだよっていうのをその人にも経験してほしいっていう心理になっちゃうので、うん、なのでね、あのジャイアンの少年も言ってたじゃないですかね、あの時星をね諦めた俺がバカバカしくなるだろうがってね言ってたんですけど、結局はねその夢を叶える星を見るっていう夢を叶えるのを応援する側に立ってね、あの応援していくっていうのあのストーリーもねもう最高でしたね。で結論ね、ね、あのハートがねハートを元にこうプペルができたわけですけども、あのハートっていうのはね、まあ、お父さんでしたっていう、まあ、話なんですけど、まあ、あのお父さんとお母さんの、あの考え方、思考、みたいなものがね、まあ、その経営者思考みたいな、チャレンジ思考みたいなものがねすごく学べる映画になってたんじゃないのかなっていう、なんかねあのすぐこう学べる動画みたいな感じでつなげちゃったりするんですけど、僕の中ではねもうめちゃくちゃ感動し、刺激を与えてもらい、かつなんかこう学びになるような、年初からね、あの元旦からもうちょっと自分もあのねやるぞっていうね、あの気持ちにさせていただけるような映画だったと思います。ということでね、まあ、ひたすらまあ僕の感想を話したような動画になってるんですけどね、このなんかこうこの感動をこう どうすればいいんだみたいな、こうね、あの誰かと共有したいみたいな動画になってるんですけどね、ね、とにかく僕は感じたことっていうことでね、年初の動画とさせていただきますということで、これからもね、あの山さんたチャンネル、いろんな分野でね、まあこういうまあ自分の感じたこと考え方みたいな話から、まあちょっとね面白いコンテンツも、取り入れながらね、山さんたチャンネルはね、あのジャンルは何ですかと聞かれますとね、あのジャンルはありません。あの JY パークもね、あのマコに言ってたじゃないですか、あのジャンルはね、あの必要ないですと、コンセプトは必要ないですと言ってたと思うので、あの僕もね、あの山さんたという、ね、パーソナリティをこう全力でこう出していくね、リアルなチャンネルとしてね、これからもやっていきたいと思いますので、よろしければね、チャンネル登録まだの方、あのポチッとこうチャンネル登録していただいて、でベルのねマークもこう押していただくと、あの新しい動画がね入った時に通知が来るようになるのでね、ぜひよろしくお願いします。コメントやね高評価もいただけるとね、あの僕がさらにやる気になってね、動画のクオリティが上がると思いますので、よろしくお願いしますということでね、今回はねこんな感じで終わりたいと思います。2021年も、皆さんよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。